改変図式とは放射改変の推移とそれらの関係を図示したものである。改変図式には一番上に初期状態の各種が書かれ、その付近に半減期が、さらに崩壊モードが特殊な各種には崩壊モードが書かれている。上から階層的になっており、一番下が最終状態である。初期状態から最終状態への繊維は矢印によって表され、 その矢印は放射線の種類及びエネルギー、崩壊後の繊維先である、冷気状態と、その繊維確率が明記されている。その各霊気状態を表す横線の左端には、スピンパリティが、右端には、状態エネルギーが書かれているものもある。60CO の改変図式それらの関係は複雑に、込み入っていることもあるので、まずは簡単な例から示そう。 コバルトの同位体であるコバルト60の改変図式を示す。60CO は電子を放出して崩壊し、半減期5.26年で、霊気状態の 60NI になり、その崩壊の過程で極めて短い時間の間に2回のガンマ崩壊を起こす。改変図式は直行座標形と考えると非常に便利である。縦軸がエネルギーを表しており、下から上へと上昇していく。 横軸は、陽子数を表しており、左から右へと増加していくと考えることができる。ガンマ線は、ガンマ崩壊時に放出される、ガンマ線エネルギーを表しており、ベータ線は、ベータ崩壊時に放出される、ベータ線の最大エネルギーを表している。ニッケルは、コバルトの右側にあるが、ニッケルの陽子数は28であり、コバルトの27よりも一つ多い。これは、 ベータ崩壊において、一つの中性子が一つの陽子に変化しその結果陽子数が一つ増えているわけである。非電子を放出するベータ崩壊や、後日のアルファ崩壊においては、斜めの矢印は右から左へと向かい、これらの場合は、陽子数は減少する。改変図式においてエネルギーは保存しており、放出された粒子がエネルギーを運び去る。このため、 矢印は必ず上から下へと向かう。198AU の改変図式ここでいくらか別の種類の改変図式も見てみよう。198AU は天然の金に中性子を照射することによって生成される。198AU はベータ崩壊により2つの霊気状態を経由するか、もしくは直接水銀の同位体である 198HG へと崩壊する。 図において、水銀は、金の右側にあるが、金の原子番号は79であり、水銀は80である。冷気状態からは極めて短い時間で、最終状態へと崩壊する。99メートル TC の改変図式冷気状態の、原子核は、通常、極めて寿命が短く、崩壊は、ほとんど β 崩壊の直後に起こるが、テクネチウムの冷気状態は、 比較的長い寿命を持っている。このような原子核のことを各異性体。これはしばしば純安定状態と呼ばれる。そのガンマ崩壊が起こるまでの平均寿命は6.01時間である。210ポの改変図式例えばアルファ崩壊を例にする。マリキュリーによって発見されたポロニウムは210の原子量を持つ。210ポはウラン系列に属し、 その最後から2番目に位置し、それは安定な鉛の同位体へと半減期138日で崩壊する。ほとんどすべての場合、崩壊は5.305メブのアルファ粒子を放出して、起こるが0.001%の確率でアルファ線のエネルギーが低いことがある。この場合、206PB の冷気状態へと崩壊してしまい、そこからガンマ崩壊によって、 安定状態へと崩壊する。ありがとうございます。